タンバグロ黒豆収穫前ない黒豆の花黒豆は、大豆の品種の一つ。黒大豆、ブドウ豆とも呼ぶ。天日防止する黒豆種皮にアントシアニン系の色素を含むため、外見が黒色を呈する。栄養成分的には、通常の大豆と同等である。おおむね7月初旬に種を植え付け8月頃に、品種により異なる薄桃色、薄紫色。 白色の花を咲かせ、9月から10月頃に鞘に実をつける。だんだんと実が黒く色づき、中性種では10月上旬から11月上旬、晩世種では11月中旬から12月上旬に収穫される。最近では実が黒く色づく手前の10月頃に収穫される枝豆に人気がある。豆の大きい丹波さんの場合、10月1週目から4週目が、 一般的な収穫時期となる。生産地域は、兵庫県丹波笹山市周辺、または、京都府京丹波町周辺の山間にあり、成長時期の夏場は、日中は大変に蒸し暑く、夜は大変冷え込むという昼夜の寒暖差が大きく霧も多く発生する地域で夕立などでの雨量も適度にあることから、 その風土と超えた土壌により良質の黒豆ができる環境にあるとされる。ただし、同じ畑での連作は土壌の栄養分が乏しくなり黒豆の生育に影響を与えてしまうことから黒豆を生産した畑の翌年は米の生産を行うなどして輪作する農家が多い。代表的な品種として江戸時代から栽培されている大きさが極大に分類される。 兵庫県丹波笹山市付近より選抜育成された丹波黒、京都府京丹波町の和地黒がある。その他の各地域の黒豆として、京都府亀岡市、南丹市などの紫頭巾、岡山県、勝秀地域の桜州黒、長野県の品野黒、長野、群馬県の玉大国、北海道の中西光黒、万西光黒、岩井黒など、 多数ある。また小粒の黒豆として、黒仙石がある。似た、黒豆おせち料理の甘く似た黒豆とちょろぎ。東北ではちょなんなどとも言う。黒豆の煮豆は、江戸時代の江戸の高級料亭だった八百前が、正月向けに考案したとされており、正月料理には欠かせないものとされる。老苦を厭わず物事に励むこと、また、その様や、体の丈夫なことを、 豆と呼ぶことから、これからの一年を、そのように過ごせるようにという原滑技である。黒豆の煮豆には、柔らかめに煮るものと硬めに煮るものがあり、柔らかめに煮るものには、含め煮と、一般的に普及している柔らか煮の2種類がある。一方、歯ごたえがなく物足りないとして、硬めに煮る型煮を好む人もいる。黒豆の調理法には、様々な方法があるが、 調味液に8から10時間浸ししておき、その漬け汁ごと鍋で5から6時間弱火で煮含める。調理には鉄鍋を使ったり錆びた古くぎを用いることがあるが、表皮のアントシアン系色素のクリサンテミンと結合して作り出す削減により、黒色の発色を良くするためである。煮豆に味を含まる方法は難しく、板前は少し煮詰めては火を止めることを何度も繰り返す。 手法をとっていたが、この方法は、一般家庭には不向きであった。そこで料理研究家の土井マサルは、家庭でもできる新しい方法を考案し1978年12月27日付、朝日新聞東京本社版の、黒豆の煮方調味料は測って、先に、の記事で紹介した。土井式は、鍋に、分量の熱湯と調味料。 重曹を合わせたところに洗った黒豆と錆びた手作りを入れて数時間放置しその後一旦煮立て煮立ったらアクを丁寧に取って弱火でことこと煮詰め煮上がったら鍋のまま置いてゆっくり味を含ませる黒豆の表皮にシワが生じないように調味料の分量をきちんと測って最初にすべて入れておき冷たい空気に触れないよう豆が煮汁に浸った状態を保つ このような家庭での調理法の普及もあり、1980年代には丹波産黒大豆の販売先が関西地方だけでなく関東地方にも広がり、さらに1990年代には日本全国の主要都市にも広がっていった。なお、煮豆のほか、普通の枝豆同様塩湯でした黒豆は手軽に、大変に、変に美味しく黒豆独特の味を堪能することができる。 丹波黒豆コーヒー煮豆加工食品としては、きなこ入り豆、納豆、豆腐、枝豆など、一般的な大豆と同じく各種あるが、特に黒豆で見られるものとしてカキが挙げられる。黒豆には、血糖値上昇を抑制する効果のあるアルファー、グルコシダーゼ阻害作用がある。ありがとうございます。